日本にはどんな鶴がいるの？みんなこんにちは、はてなくんだよ。日本にはどんな鶴がいるんだろう。今日は鶴さんにお話聞いてみたよ。お願いします。いや、こんにちは。僕は頭が赤いタンチョウっていう鶴。鶴と聞いて多くの人が思い浮かべるのは多分僕のことじゃないかな。僕は北海道の釧路湿原っていう湿原に住んでいる。湿原っていうのはこんな湿った草原のことだよ。僕は一年中ずっとそこに住み着いているんだ。一方で寒い冬を避けて外国からやってくる鶴もいるよ。彼らはロシアや中国から日本へやってくる。寒いよ、こんなに寒くちゃ凍えちゃう。もっと暖かい場所で冬を越そうって。マナツルくんやナメツルくんがそうだよね。こちらがマナツルくんにナメツルくん。そして暖かくなるとまた外国へ帰っていくんだ。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。